ウィリアム・ヘンリー・マーカス・ミラージュニアは、アメリカのベーシスト、音楽プロデューサー、作曲家、編曲家である。ジャズフュージョン界にて活躍している。ウィントン・ケリーの老い。1977年生、フェンダー・ジャズ・ベースをトレードマークに、タッピング奏法、独特のネック寄りのフィンガー・ピッキングなどを駆使し、豊かな表現力と深みを醸し出す。特に、スラップ奏法で、 他のベーシストに大きな影響を与えた。また、ジャズ、R&B、ファンクなどのブラックミュージックを消化したベースラインやグルーブ感を伴った演奏が最大の魅力である世界的スラップベーシストの一人。音楽プロデューサー、作曲家、編曲家としても非凡な才能を見せ、デイビッド・サンボーン、ルーサー・バンドロスらのアルバムをヒットさせている。また、 映画音楽、CM なども多数手掛ける。近年の自身のアルバムには様々なジャンルの楽曲に画流のテイストを加えたアレンジで多数カバーしている。ギター、鍵盤、ドラムなども相当な腕前で操るマルチプレイヤーであり、周囲のミュージシャンからジャック・オブ・オール・トレーズと呼ばれている。特に、 高校時代から触れているクラリネットを得意とし、バスクラリネットによるリードとソロは一つのトレードマークになっている。また、ボーカリストとしても秀逸である。マーカス・ミラー。ありがとうございます。